浜田さんが忘れられないというのがこのシーン。ラスベガス賭博のスキャンダルで議員辞職した浜口さんを励ます会でのスピーチ。田中角栄でございます。何かの本に田中角栄は死にそうだなどと書いてあったそうでございますが、それは死んだ方がいいという側の人の希望的観測でございまして、私は至極健全でございます。これが自分でいらんことをしてやめて、あれはね、自分でやめるべきじゃなかった。周りから死の子の言うべきじゃなかった。千葉県産区の有権者に任すべきことだったんです。憲法は現に規定しておりませんか。主権は罪名になり、